おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。ねえ、マリサ。先日、コロナとゲームについて考えてみたわよね。外出がしづらい中で、ゲームの需要が増えている話をしたな。そういう意味だと、同じゲームでもゲームセンターはかなり苦境に立たされているわね。閉店ラッシュも続いているな。ただ、ゲームセンターの苦境はコロナ禍だけが原因ではないのぜ。そうなの。よし、今回は、例から始める YouTube シリーズとしてゲームセンターの現在の状況についてを勉強していくのぜ。よろしくお願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、ゲームセンターの現状について確認しておこう。結構な数の閉店が続いているのよね。ゲームセンターを監督する警察によると、ゲーセンは警察に監督されているのね。ゲームセンターは風営法の管轄になるからな。区分は違えど、パチンコ屋とかと同じ分類になるな。1989年には2万2000点あったものが、2019年には4000点まで減少している。そんなに減っているのね。このデータが示す通り、2019年のデータなのでコロナ禍以前からゲームセンターは減少していることになる。今は、さらに減っているというわけね。店舗数が減少していった原因は、数多くあるが霊夢はわかるか。まあ、すぐに思いつくのは家庭用ゲームの進化で家でも高スペックのゲームが遊べるようになったからよね。それはその通りだな。1990年代は格闘ゲームなどはゲームセンターで最新のスペックで遊ぶのを目的にしていた人も多いのぜ。うく主も、少ないお小遣いで遊んでいたわね。あの頃は、不良も多くて柄が悪かったのぜ。確かに、今でハイエでもオンラインで他のプレイヤーと高スペックで対戦できるわね。格闘ゲームなどでは、特にそうだな。わざわざ、対面で気まずい雰囲気になることもないのぜ。だんだん、ゲーマーおじさんあるあるになってきそうね。本題に戻すと、平成18年の2万3000点をピークにその10年後の平成28年に1万4000点になっている。その10年で半数ほどになったのね。ただ1店舗あたりの売り上げは、増えている。これは、中小規模のゲームセンターがなくなって大規模のゲームセンターの割合が増えたからなのぜ。だったら市場規模は大きく下げずに、顧客需要が集中したというわけね。まだ、この段階であればそういうことになるな。この段階でハト派。需要が大手に集中したにもかかわらず、閉店は続いている。つまり需要自体が大きく減少しているのね。現在進行形でゲームセンターの数は減り続けている。この理由を考えていくのぜ。まずはアーケード機が低迷傾向になった。さっき言ってた家庭用の進化が原因ね。それだけじゃない。アーケードでしかできない大規模な機能やシステムはあり、差別化は可能なわずだが。いかんせん、そういう大規模な機能をつけることで本体価格が上がってしまった。確かに、タッチスクリーンやプロジェクターなどの進化はすごいわね。顧客は減っているのに、投資費用は上がって利益が上がりにくい構造になってしまっている。古くても人気のあるものだけ使えばいいじゃないの。それも業界の構造上難しい。定期的に新しい機種を購入していないと。新たに人気機種が出た時に最速で購入できなかったりする。商売とはいえ、世知辛いことが行われているのね。さらにメーカーにお金が流れなければ、新商品が生まれず、どの道先細りになってしまう。結構な地獄模様ね。一時期、音ゲーのブームもあったが今ではかなり落ち着いてしまっている。昔は、周りの目も気にしながら、頑張って練習してたけどね。スマホのアプリなどでも、気軽に遊べる音ゲーも増えたことも要因だろうな。ライトそうなら、気軽さを優先するのはわかるわね。しかも、ソシャゲであれば遊ぶだけなら無料のものが多く、プレイヤーの意識も大きく変わってきた。最新鋭の技術が提供できるアーケード機がスマホのゲームと争うことになるのね。このあたりは、コンシューマーゲームでも同じようになっているな。手軽さとは、かなりのものなのね。もともと、スマホゲームに馴染みのある若者は、ゲームを遊ぶのにお金を使う発想が薄いのぜ。お金を使うなら、課金要素になってしまうのね。初回プレイ無料なんかの機能もあるけど、以降お金を使ってもらうハードルは高いな。無料だと、そもそもゲーセンには利益が出ないしね。あとは格闘ゲームについては、ゲームセンターの発展に大きく寄与しているが、今では、新規はお断りといった印象が強いな。シリーズものは特にその印象が強いわね。ライト層がいなくなる業界は、悲惨な結果となるのぜ。アーケードゲームがダメだと、あとは UFO キャッチャーやプリクラになるのね。実際、その二つしかないゲームセンターも多くなっているな。
ゲーマーとしては、悲しいわね。ただ、プリクラ産業は女子高生などのメインユーザーのニーズや要望を受けて、進化し続けている。そのような努力が、他のメーカーでは足りなかったのではと思うのぜ。プリクラ自体はゲームではないけど、確かにそうね。人を楽しませるエンターテインメントマシンとしては同じ位置取りになるのぜ。ゲームセンターは想像していた以上に厳しい状況にあるのね。もともと、今まで話したような要因に加えて、コロナ禍でとどめを刺された印象だな。外出しにくいのは、もちろんだけど、みんなでワイワイすることもしにくいしね。ゲーム業界は特殊なことを考えると歯がゆいのぜ。今後、ゲーセンはなくなってしまうかしら。一定の固定ユーザーもいるから、そんなすぐになくなったりしないだろうけど、このまま進化や方向転換がないと、未来は明るくないだろうな。どうすればいいの？霊夢は、昔なぜゲームセンターに行ってたんだ。そりゃあ、家でできないゲームを楽しむためね。今言った霊夢の言葉が全てだ。ゲームセンターは、自宅やスマホでできない体験を提供していくしかないのぜ。言うのは簡単だけど、難しいわよね。レトロゲームなどで、回顧ファンを集めたりもできるが、どう考えても限界がある。技術の進歩もあって、ゲーセンでしかできないことは難しそうね。コロナ禍の今では難しいが、複数人で遊べるゲームなどがいいかもだな。さらに、遊びやすくて何度遊んでも楽しいものね。夢物語のようだが、メーカーには頑張ってほしいのぜ。メーカーの皆さん、よろしくお願いします。最後になってしまったが、機械の維持費、通信費が高くなってしまったことも大きいな。このあたりも、メーカーの努力や技術進歩に期待しないといけないのね。代わり種としては、ゲーセン要素はおまけにしてしまうとかだな。どういうこと？今でもあるが、ショッピングモールや他の遊技場にある感じだな。イオンにあるゲームコーナーみたいなものね。これも親和性の高いゲームを用意できれば、いい環境になると思うのぜ。温泉旅館のゲームコーナーは大好きです。浴衣姿でやるゲームはオツなものなのぜ。ゲームセンターにも明るいニュースが欲しいわね。まずは、新型コロナウイルスの感染が落ち着くことだな。みんなでワイワイ遊んだり、一人でも他のプレイヤーと競い合ったりしたいわね。コスト面などを、話したが最新鋭の技術で遊べることは間違いないからな。楽しんでいきたいのぜ。いかがだったでしょうか？今回はゲームセンターについて語ってみたのぜ。なかなか厳しい状況が続きそうね。早く明るい展望が見えてほしいな。このシリーズは、水、日曜日に更新しておりますので、よかったら次回もよろしくお願いします。よろしくなんだぜ。